皆さんこんにちは、桜餅カンタです。センター実装来ましたね。そして同じタイミングでこちらパイロメインちゃん来ました。なのでこの子のテーマをまず今回やっていきたいと思います。性能紹介の方はね、また別で動画を作ろうと思うんですよ。かなり盛りだくさんなので、とりあえず今回はテームする場所はだいたいマップでいうこの辺の火山周りの、まあ、海の近くがいいかな。もしくは雨が降ってる時でもいいんですけど、あいつを濡れた状態にするってのが肝なんですよね。で、体力を半分以下、大体ね、大体半分以下にするってのも大事です。体力はとりあえず 50% 以下にできればまあ何でもいいんですけど、鰭条生物なんかだと、結構辛いものがあったりします。鰭条可能状態になるとさっきみたいな感じでホエモーションが入るんですよ。なので多分ね、今ね乗れるはず。目も光ってるね。乗れなかった。乗れない状態でこうなるとちょっと死んじゃうので、なんとか生き延びたい。よし、なんとか生き延びたね。あ、今吠えたね。これ吠えたのが鰭条モーションなんですよ。でこれで乗れると、左下バーの左側に残り22秒ってなってると思うんですよね。これが制限時間。この時間内に敵を見つける。で、これゲージ出てるじゃないですか。このゲージが出てる状態で、左コントロールを押しながら、右クリック。これをすることによって、タイマーリセットが入ると同時に、テームゲージが伸びていく。なのでね、30秒カウンターをゼロにしないように、野生の敵を見つけ続ける。この30秒以内に敵を見つけられなかった場合どうなるかっていうと、鰭条解除が入ってさらにテーム効果も下がる。なので必死こいて野生の敵を見つけないといけない。あ、いたいたいた、よかったよかった。でダメージ与える右クリック、コントロール右クリックね、これをすることでこの炎を吸収してテームゲージが上がるわけなんですよ。で、今 23.5% ね。で、普通に敵を倒すだけでも吸収するので、それでもカウンターはリセット入るんだけど、それだけだとね、レックスとか相手にしてると30秒超えたりするので、そうなってくると、お、ちょっと待って。そうなってくると、ダメなので、このコントロール、右クリックを駆使して吸収しないといけないですよね。これテーム済みキラーのちょっと放置してましたわ。さっき検証で使ってたんでね。攻撃をして敵のゲージを貯めて、左コントロール右クリックで吸収する。で、やることはあとは基本的に一緒。あとはテームゲージが 100% になるまでこれを繰り返すだけ。スタミナがゼロになるとこういうノロノロ動きしかなるので、ノロノロ動きしかできなくなるので注意だね。で、右クリック、普通の単発右クリックでこういうね、ジャンプ移動もできるので、こういうのを駆使して野生生物を探していく。いた。あー、ゼロになる。危ねえ、ギリギリ。ワンパンでも入れたらもう吸収できるので、ワンパン入れてコントロール右クリック。このコントロール右クリックが肝ですね。攻撃する、攻撃する、攻撃する。で、しかも体力も回復するんですよ。このコントロール右クリック。
めちゃくちゃ強いですね、この生物。はい。で、今 100% になると、画面真ん中下に、こんな感じで、プレスレフトコントロールプラス2テームって出るんですよね。これ 100% になった状態でこれをすると、完全にテームが完了するんです。で、これ今なんで騎乗解除されたかっていうと、レックスのフィアーで騎乗解除入るんです。これ、要注意。テームの最中の時は大丈夫っぽいんだけど、テーム済みになったらこれ食らっちゃうんだよね。危ねえ危ねえ。ってわけで、まあ、しつこく言ってるようですけど、このコントロール右クリック、画面の右の方に表示されているここに書いてあるやつですね、フレームアブソーブ。テーム済みになるとクールタイム結構長くなるんだけど、テームしてる最中はバンバン使えるんで、これを駆使してテームすれば OK です。というわけでシャドウメインテーム方法でした。まあ、今回は海の方に落として濡らして 50% まで削るという方法を取りましたが、センターはまあまあ雨降ることも多いので、雨の時にやるっていうのも一つの手かなと思います。というかそっちの方が楽かもしれないですね。で、公式でやるなら、まあできるだけ早いタイミングでやるのがいいのかもしれないです。建造物が多くなるとその分こういう野生生物の数も少なくなるので、そうなってくるとちょっと大変かもしれないですね。